劇場アニメ「キズ物語熱血編」「ブルーレイ」or DVD お買い上げ誠にありがとうございます私は本パッケージの副音声を担当させていただきます初代副音声ではメインヒロインこと高校2年生から3年生羽川翼ですそして同じく副音声を担当させていただく感じだし2代目副音声ではメインヒロインこと今のところは17歳キスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードみたいなってそんなわけあるか さじゃあ早速始めさせてもらおうかなこのアニメが全国の劇場で公開されたのは2016年の8月のことで待て待て吸血鬼の乗りツッコミをスルーするな誰が2代目副音声ではメインヒロインじゃ大丈夫ちゃんと聞いてたよキスちゃんの できる限りの女子高生っぷりよできる限りの女子高生っぷりって言うな感じだしみたいな心からバカにするな物語シリーズの登場人物の中でウヌだけはわしをバカにせんと思ったから今回の副音声をしぶしぶ引き受けたんじゃそうなんだありがとう大丈夫その期待には応えてみせるから、うん、なら良いんじゃがのその期待には応えてみせる感じだしみたいなバカにしとる女子高生が女子高生ぶるな大体 高校2年生から3年生ってなんじゃだって今春休みの真っ最中だから厳密には2年生でも3年生でもないんだよねああそうか今のうぬは春休みのうぬかそれは計算外じゃったなあキスちゃん本編が始まったよ自己紹介も終わって副音声もここからが本番だね待て1回目は聞き間違いかと思って触れんかったがキスちゃんってなんじゃキスちゃんはあなたでしょ 自分のの名前忘れちゃったの素朴に問い返すな忘れるかキスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードハートアンダーブレードと呼ぶがよい長くて噛みそうだからキスちゃん我が重木よりも礼儀をわきまえんことを言うな副音声が無法地帯すぎるじゃろ春休みのうぬどんだけ頭おかしいんじゃでもそれを言い出したらキスちゃんだって17歳のキスちゃんじゃないはっ ほらキスちゃんだよキスちゃん10歳モード ?10 歳モードではあるがキスちゃんではない嫌だなキスキスしちゃってキスキスするってなんじゃギスギスしとんじゃじゃあギスちゃんギスちゃんは悪口じゃろもういいわ何でも何とでも呼べ これは春休みのうぬであることを失念しておったわしのミスじゃミスちゃん何とでも呼べと言ったのもわしのミスじゃなミスショットアセロラオリオンハートアンダーブレード全然かまんで言えておるじゃろうがなめらかにミスショットってキスショットとミスショットでは大違いじゃ大間違いじゃじゃあミスギスキスちゃんにしようかな一番かみそうな名前になっとるじゃろうあ春休みのうぬじゃ キスちゃんはキスちゃんでその言い方はどうかと思うよ。 春休みの私もそれ以外の私も全部私だからいや結構区別あると思うぞバリエーションというかパターンというかわしもさまざまなモードを持っておるが数だけで言えばうぬの方が上なんじゃないのかよしじゃあ比べっこしてみよっかその無駄にはつらつとしとる感じが春休みのうぬなんじゃってわが重僕もここから先の場面で困惑することしきりじゃろまず春休みの私三つ編み1本1学期の私 三つ編み2本三つ編みの数じゃないじゃろ主要な違いは猫耳の私白髪になったブラック羽川よう考えたら春休みのうぬがそれを知っておるのはおかしくないか何でもは知らないわよ知ってることだけ知ってることがおかしいじゃろそしてそのセリフ副音声では言わんのじゃなかったんかい春休みの私だから解禁続いて猫耳の私黒髪バージョン 一瞬ありましたね一瞬あったのパジャマのやつなボブカットになった私メガネなし夏休みだったかなもう過去形で言ってしまっておるじゃろいつのウヌなんじゃよ今のウヌ 2学期以降の私白黒まだらグレーなうぬじゃな細かく言えばもっとあるけれどひとまずはこんなところかな6種類かわしの場合は「傷物語」だけで10歳モード12歳モード17歳モードそして完全体と4種類あるの そしてテレビ版の8歳と15歳を合わせたら6種類だねなんだ引き分けじゃないイエーイ春休みのうぬ以外じゃったら誰でもよかったわついていけるかそんな陽気なノリに荒ららぎくんはついてきてくれたよついてきてくれておらんのじゃってずっと戸惑って会話しとるじゃろうが一貫してアワーはしておるんじゃって、ね、同級生を吸血鬼よりも戸惑わせるなよ そう考えると荒木君も大変な春休みだったんだね私と出会ってキシちゃんと出会ってそもそもうぬに出会っておらんかったらあやつはわしと出会うこともなかったんじゃないのかのううん、うん、私のしたことなんて誰にだってできることだよ私なんかがいなくともきっと2人は出会えていたに違いないって前向きすぎて怖いわ吸血鬼よりも怖いわ前向きなんじゃないよ私向きなんだこの生き方が気持ち悪っ あら,らぎくんの生き方は荒くん向きだしね私には不向きところでキスちゃんは500年間どんな生き方をしてきたの急にインタビュアーになるなうぬの生き方は他者の縄張りにグイグイ踏み入りすぎじゃ本編でも語られておらんようなわしの半生を何で副音声で語らねばならんのじゃ反省に満ちた反省を反省に満ちた反省じゃけどじゃからこそなおさら語るかい 語語るならウヌの反省でも語っとれどんな人生を送ってくればうぬのような人間が出来上がるんじゃ <laughs> やだな私なんてどこにでもいる普通の女の子だよ普通の意味を辞書で引いてこい話はそれからじゃそうじゃあ辞書ならカバンの中にあるから休憩時間に引いてみるねなんでカバンの中に辞書があるんじゃ体でも鍛えとるんか 辞書を読んでると心が落ち着くのそんな思想を持っておるのになんで言葉が通じないんじゃあららぎく君も読書が生きてドラマツルギーさんに勝てたわけだから読むのは得意なんじゃない読書が生きて勝ったわけではなかろうがあれはあれでずいぶん力技の勝利じゃったしの まあ何にしても勝ちは勝ちじゃからのよしとしようそもそも殴り合いの対決っていうのが平和的じゃないとは思うけれどでもまあそれは置いといて勝負って意味で見るなら荒くんはドラマツルギーさんにはもっとスムーズに勝てたとも思うんだけどねダメ出しが入った何でわしより厳しいことをにこやかに言い始めとるんじゃ早い段階でパニックになっちゃって学校中を逃げ回ってたじゃないあれが良くなかったと思うんだよね 激しい戦いになることは最初から分かっていたはずなんだからそこはやっぱり覚悟を決めておかないと厳しいって戦地に送り出したわしが言うのもなんじゃが無茶を言うなよほぼ所詮なんじゃからパニクるのは仕方あるまい仕方ないなんてことは本当はないんだよ帰れよもううぬと話しておると疲れるわもういつもよりも疲れるわあら二代目副音声ではメインヒロインらしくもない二代目副音声ではメインヒロインらしさってなんじゃ 副音声ではメインヒロインだけでもわけがわからんのにその2代目ってうぬが初代を辞任してしまっておるのがよくないわ他の副音声では文句言っておったじゃろそれは未来の話だからねやっ やっぱり春休みのうぬじゃろうが一番頭がおかしいときのうぬじゃろうが頭がおかしいは言い過ぎでしょう髪型がおかしいくらいにして髪型はおかしくないわふざけんなよほら見ろ我が重木もついに怒ったじゃろうがそんなに私の髪型が気に入らなかったのかなだったらそう言ってくれたらいいのに髪型の話なんか副音声でしかしとらんわちゅうか音声でもしとらんわ春休みのうぬの頭がおかしいから怒られたんじゃ 悲しい話だよね頭がおかしいから怒られるってまあこの場合我が重僕が怒ったのは感んにも似た感情じゃったんじゃろうがのおそらく不安も鬱憤も溜まっておったじゃろうからの死を覚悟して計らずも吸血鬼になってしまいなおかつこれから視線に臨もうというのじゃからダメだよキシちゃん自分を責めないで責めとらんわそういうところじゃろ ウヌが感んを起こされたのはウヌからすれば理不尽な怒鳴られ方じゃったじゃろうがの怒鳴り返してやればよかったんじゃないのかまあでも荒木らら君の気持ちも分かるしね分かっとらんって多分ウヌは何でも知っておるが何にも分かっておらんのじゃそうかもしれないねところで私のことよりも本編のことなんだけれど傷つけよ今結構わしひどいこと言ったぞ本編でもガンガンにひどいこと言われる場面じゃぞウヌはこれまで 私のことよりもと言ってどれだけ自分のことを後回しにしてきたんじゃその挙句が今のうぬ春休みのうぬなのじゃとしたらうぬはこの世界で一番のろくでなしじゃぞそうかもしれないねところで私のことよりもうぬの話をしとるんじゃふざけるでない怒鳴られちゃった本編でも副音声でも前向きで後回しってほとんど妖怪みたいなやつじゃのでも 自分のことを後回しにするって意味じゃらぎくんだってそうなんじゃないの死にかけていた岸ちゃんを自分の命を犠牲にして助けようとしたんだからそれが感触につながったわけじゃがのダメだよ岸ちゃん自分を責めないでうぬ全然意見を変えないの怒鳴られようと怒られようと意志が硬いというよりもそこまでいくと壊れたレコードみたいじゃのそうかもしれないねところで私のことよりも変えろ意見をスタンスを 壊れたレコードって言うけれどその場合壊れているのはレコードなのかしらそれともレコードプレーヤーなのかしら哲学的な問いではあるがよう考えたらレコードといっても今じゃもう通じんかもしれんの CD だって考えたら壊れてないよね普通にリピート再生だもんねところで私の方よりも怖い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 ,い,い つくづく思うわわしを見つけたのがうぬじゃのうってよかったと <laughs> そんなこと言わないでよひどいな傷つけよせめて気づけよ己の至らなさにあるいは痛さに真面目な話私があの地下鉄の駅でキスちゃんを見つけていたらどうなっていたのかなとどめを刺されていたような気もするびっくりはしただろうけれど荒ららぎくんほどのパニックは起こさなかったんじゃないかな ドラマツルギーさんと戦っている最中も顕著だけれど劇場版の荒木くんは比較的パニックに陥りやすいよねそれはある程度やむを得んところもあると思うがのテレビ版ではこのいわゆる地獄のような春休みを経ておるだけに経験豊富とは言わんまでもある程度状況に落ち着いて対処できる実績を積んでおるわけじゃろそっかそういう事情もあるのか これがあら木くんにとっても最初の一歩なんだねだったら応援してあげないとうぬなら最初の一歩から冷静沈着に状況に対処したかもしれないと思わせるところが恐ろしいがのふれーふれーあら,らぎくんそんな陽気な応援をしてられるような戦いじゃなかったじゃろうが春休みの地獄はこの熱血編だけを見ても。 冷血編ではさらにハードな戦いになっちゃうのかなだとするともっと大きな声で応援しないとねフレフレギくんもうそろそろ5時間くらい経ったかまだ半分も終わってないよ副音声マジかよダリーマジかよダリーって一番リアルな女子高生っぽさを出さないでお願いだから一人にして一人副音声をやらせて ウヌがダメなら誰でもダメじゃわいわしと話が合うやつはウヌらの町にはおらん結構な脳を突きつけられたねだったらそもそも何で来たの私たちの町にそれが語られるのってどれくらい先じゃっけまだテレビ版でも全ては語られてないんじゃないのかな一応劇場版の鉄血編で富士山を見に来たって言ってなかったっけ でも私たちの町富士山はないけどね藤井さんはいるけど春子さんの友達のスラムダンクか伝わったんだ吸血鬼に春子さんの友達がスラムダンクは海外でも人気爆発じゃからのじゃあスラムダンクを読みに来たんだ私たちの町に別にスラムダンクの舞台になっとらんじゃろうヌぬらの町直江津高校インターハイに出場しとらんじゃろキスちゃんがどうして日本に来たのかはまたいずれ 絶対そんな元気よく楽しみにできる感じの真相があるとは思えんのじゃが大丈夫キスちゃんがどれだけ一人になりたがっても私はキスちゃんを一人にはしないから一人にしてあれやる完全版キスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードと17歳版キスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードの一人二役副音声をやるから一人二役副音声をやるってよっぽどだよ 私だってやったことないよ羽川翼とブラック羽川の1人2役副音声春休みのうぬと2学期以降のうぬとの1人2役副音声をやれ春休みのうぬを2学期以降のうぬが諭せ論告しろ論告と諭吉って字面が似てるよね噛み合え話 吸血鬼に噛み合えって言われたら <laughs> 思わず首筋を差し出しちゃうよ差し出しとるじゃないかうぬの血は吸いたくないそのまま死を選ぶすごいこと言われてるな私いや結構本気で気に食わんところがあるんじゃよその辺今そういう流れになったから言っちゃうけれどうぬ劇場版ですごい愛されてるじゃん 制作人からも来場者からもおそらくはパッケージ購入者からも愛されておるけれど待て待てこいつ本当に頭おかしいからのツヤツヤだけど頭おかしいからのツヤツヤなのはキスちゃんもツヤツヤじゃないツヤツヤでヌルヌルだったじゃないウヌの頭もおかしいし出番の比率もおかしかったしのウヌの方が出番多かったじゃろなんなら計測するかストップウォッチ持ってくるぞ なんで細かい数字まで出そうとするの大丈夫だよキスちゃんが一番輝いていたよ主に髪の毛がそれ金髪じゃからのじゃが一番輝いておったのはうぬのパンツじゃろうがはっ パンツの話もうするのじゃあ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 ぜひ喋っておきたくて準備してきた話があるんだけどなんでパンツの話に乗り気なんじゃよ準備してきたパンツがあるんだけど仮にパンツを準備してきたのであれば絶対に表に出すなそじに乗せるなそんなところからトークを広げられるかパンツは結構広がるんだけどねゴムだから春休みのうぬハートが強すぎるじゃろ というかパンツを準備してきたのはキスちゃんがパンツを履いているのかどうかが怪しかったからなんだけれど大きすぎるお世話じゃなんでわしがウヌからパンツの心配をされんとならんのじゃウヌはパンツの専門家かパンツの専門家はむしろ荒ららぎくんじゃないのかな鉄血編の時点から大体荒ららぎくんはパンツに振り回されて右往左往してたよねじゃったのそういえば まあパンツに振り回されるのはパンツを振り回すよりはまだいいかな相対的に良くなっておらんぞどっちも最悪じゃぞパンツに振り回されるのもパンツを振り回すのもそして私はそんな荒ららぎくんにパンツを振る舞ったわけだうまいこと言った結果ウヌが一番変態みたいになっとるぞやっぱ頭おかしいんじゃってウヌい,いえ私は頭がおかしいですって宣言しろ パンツはそんなに変じゃないと思うんだけどうん見たよ劇場版の大画面でリアルなパンツをモテ革パンツをモテ革パンツって劇場版のウヌの愛され方の半分くらいはパンツが占めておるということを浪費しろわしとってウヌと同じパンツを履いておればウヌと同じくらい愛されておったパンツ履いてないって自白したじゃない ウヌもギロチンカッターとの戦いの時履いておらんかったじゃろうがそのせいでギロチンカッターが巻き添えで変態みたいになっとったわ。 パンツのの話がが思いのほか広がるねやっぱりゴムだから持ちネタみたいに言うな何回パンツって言うんじゃ目標としては副音声1回につき2人で100回言い過ぎじゃろしかも2人でってわしに50回言わせる気かキスちゃんは25回でいいよおのずから75回言う気かだからなんで乗り気なんじゃよ乗り気っていうかまあ本編ではあららぎくんのためっていうのがあったからね そこまではなかったと思うんじゃが。 正直別にパンツを見せんでもあるいはパンツをやらんでもうぬならばどうにでも解決できたようなシチュエーションじゃったと思うんじゃよそれは私を買いかぶりすぎだよキスちゃん私はそんな大した人間じゃないって大した人間どころか大それた人間じゃっちゅうんじゃ今度は買いかぶりのかぶりをパンツをかぶるとかけてかぶせてくるつもりじゃなかろうなそんな下ネタは言わない委員長だから委員長設定をいきなり守り出すな 厳密には高校2年生から3年生の春休みだから私現時点では委員長じゃないんだけれどねそれにほら私は学級委員長であって風紀委員長じゃないからね風紀委員長じゃなくとも守らねばならんレベルの風紀じゃろ そっかキスちゃんがパンツを履いていないのはパンツを見られないようにするためなんだねそんなわけあるか最初からパンツを履いていなければパンツをあげなきゃならない状況になることもないわけだしねパンツをあげなきゃいけないような状況にはそもそもならんウヌ以外は またキスちゃんはそうやって私を特別扱いする私はどこにでもいる普通の女の子なんだってば普通のパンツの女の子なんだってばわしが振ってしまった話じゃけれどパンツの話もうそろそろ終わってよいかはっ通のパンツの女の子だああ終わっちゃダメなんだてっきりいいと思ってたなでも真面目にパンツの話をすると狂気を感じるできるものならしてみろよ真面目にパンツの話を。 ウヌさては違う文化圏の人間じゃろ違う文化圏から来たのはむしろキスちゃんの方なんじゃなかったっけわしがこの場におったら絶対に突っ込んでおったがのこのシーン放っておけぬわウヌもウヌで狂気の産物じゃし我が重木は我が重木でパンツにひれ伏しておったしのパンツにひれ伏すって我が重木も一体どこの文化圏の住人なんじゃ そもそもアララギくんはどうしてこの時こんなに荒々しかったんだっけアラ々くんだったんだっけやっぱり分かっとらんじゃないか人の気持ちが分かっとらんじゃないかウヌには一生誰の気持ちもわからんわあはは言われちゃったな怖。笑っとるいろんな意見があると思うこれからの私の参考にさせてもらうね 句を本気で言うな一番わからんのはうぬの気持ちの方かもしれん青少年の心の闇じゃうぬは一体どこの文化圏の住人かと思っておったが分かった心の闇の住人じゃ私の方が吸血鬼っぽいねうぬ他人の血の気を吸い取って生きる化け物とかじゃないのか未来の話になるけれどブラック羽川はひょっとしたらそれに近いのかな ブラハネカワの方がウヌよりはまだ可愛げがあるわあいつが良かったあいつと副音声をやりたいじゃあブラックハネカワの名前も出たことだし恒例のあれやっとこうかなウヌが出したんじゃが信仰が巧みじゃなさすが初代副音声ではメインヒロイン

じゃないわねここで喋るなにゃんでもは知らにゃいわよ知ってることだけにゃんわかった基本的に春休みのうぬはノリがいいんじゃなキシちゃんの喋り方だって同じくらい特殊だと思うけれどね実際そんな老人言葉で喋るご長寿の方ってそんなにいないでしょいるとしても方言でしょわしの口調を掘り下げるにゃ 猫語だ神もするわこんなぐったりするような会話を続けておったらそもそも高齢になっとるからもうそういうものじゃとして捉えておるけれどニャニャメニャニャジュニャニャドのにゃらびデニャクニャクイニャニャクニャニャハンニャニャダイニャンニャクニャべてテニャガニャガメってなんじゃそれを噛まずに言えてるのはすごいけれどそこはニャンじゃと言ってほしいやかましいわ老人言葉と猫語がハイブリッドになっとるではないか で、ニャニャメニャニャジュニャニャどのニャラビでニャクニャクインニャゃくクニャニャハンニャニャダイニャンニャクニャべてニャガニャガメって。 今やもうゃにゃめにゃにゃじゅうにゃなとのにゃらびでゃくにゃくいにゃにゃくにゃにゃは半にゃなだいにゃんにゃくにゃらべてにゃがにゃがめって言いたいだけになってるじゃん正しくは「ナめメ7などの並びでなくなくいななく7半7なだいなくな並べてながながめだよいやそれは一応知っておるんじゃがさすがキッちゃん何でも知ってるんだね何でもあしらんわい知ってることだけじゃないっちゅうんじゃ 吸血鬼的にはそのセリフ「なんでもは死なないわよ死んでることだけ」になるのかな死んでることだけってなんじゃ 今気づいたけれど斜め77度の並びでなくなくいななく7半7代なんなく並べて長々めってできる限り「な」を多く詰め込むというテーマで制作された文章だけれど頑張ればあと1段階な」を増やせるね増やせるかもう限界じゃないか「な」が溢れそうじゃぞ表面張力ギリギリじゃぞ斜め77度の並びでなくなくいななく7半7代なんなく並べて長々めする7代目何の7代目じゃ副音声 ではメイインンヒロインの7代目か伝承されたものだねまあ文章としては元のままの方がエレガントか考えたのブラック・羽川じゃなくて荒ぎくんだっけさすがだね辞書を持ち歩いてるくらいじゃかなわないやん未来を過去形で語るな普通ならメタ視点で肩がつくがウヌがやると何らかの超越者みたいじゃ でもそんなことを言われたらブラック羽川をキズ物語の副音声に呼ぶことはできないよキスちゃんがそう言うから冷血編はそんな感じでセッティングしようと思っていたのに春休みのうぬと副音声をやった後にさらにブラック羽川と副音声をやるというのはただの罰ゲームじゃろうが今からでもいいからうぬと交代しろと言っておるんじゃここで正式に宣言しておくが絶対に冷血編の副音声はわしはやらんからな うん分かったじゃあ冷血編の副音声は私とおしのさんとでやらせてもらうね引き止めろよ少しは副音声に呼ばれまくることについて愚痴を言いまくるわしを面白くいじれよ副音声のやりとりの中でも一番簡単なやつじゃろうがうん初代副音声ではメインヒロインの私もそれやったことあるんだけれどもういいかなって悟りを開くな別の意味での悟りの妖怪かえ冷血編副音声 来なくていいのうん今までお疲れ様ありがとうよく頑張ったね私はずっとキスちゃんの頑張りを見ていたよ泣かしにかかるなわしの頑張りを評価するなもっとぞんざいに扱え本編へのコントラストで副音声ではそれだけで笑いにつながるんじゃから楽しみだな星野さんとの副音声切り替え早新しいパートナーとの新しい副音声を私も頑張ろう 前前のパーートナーををに決意表明をしないでわしの頑張りはこっそり見習ってまずは冷血編の公開を待たなきゃだねわしを待てうぬさては友達いないじゃろわが重僕とは違う意味で友達いないじゃろ友達はいらない人間強度が下がるからなんちゃって 笑えるか友達はいるよ多いとは言えないけれどそれなりに仲良くしてもらってるよその友達たちの心中は察するにあまりあるわい友達はイライラ人間強度が足りないのかなわしがイライラしとるわ足りないのは友達たちの人間強度じゃなくてうぬの人間として大切な何かじゃ人間として大切な何かが抜け落ちておる そうだね私には足りないものがたくさんあるそれを周りのみんなにフォローしてもらっているんだね本当にありがとうございます大切な何かが抜け落ちたままお礼を言われてもキスちゃんもこの副音声の間ずっと私の至らないところを補ってくれていたんだよね本当にありがとうございますいえ力及をばず申し訳ない限りですおしのさん次回はよろしくお願いします ちょっとは直そうとしろよ至らないところをよろしくお願いされても絶対に補わんと思うぞあのアロハ小僧はちゅうか本編からして避けられとるじゃろえ避けられてるキスちゃんがわしなわけないじゃろわしとアロハ小僧が話しとる場面はいっぱいあったじゃろうぬが避けられとるんじゃ人の心配ばっかりしとるから自分が避けられとることにも気づけんのじゃそっか避けられてるんだ だったらもっとグイグイいかなきゃ我が重木に対してだけじゃなくって誰に対してもそのスタンスなんかい避けきれるかそんなやつだから冷血編でおしさんと副音声をやるときは冷血編の話ばっかりするなわしとの副音声を手じまいにしようとするなまだ後半まるまる残っとるわそうだね荒木君の戦いは続くもんね 吸血鬼になった直後に吸血鬼ハンターと3連戦ってやっぱりことのほかハードだよね最終的に勝てたからよかったようなものの死んでてもおかしくなかったよね死んでてもおかしくなかったのはうぬもじゃがなえっ私意外そうな顔するでないわ内臓がごっそりこぼれておったじゃろうがあったっけそんなこと あそっかその時の記憶は飛んでるんだった記憶が飛んでおらんでもうヌぬは「あったっけそんなこと」って言いそうなもんじゃがのギロチンカッターに人質に取られた時のことは覚えておるのかあったっけそんなことほら <laughs> 嘘嘘覚えてるってギロチンカッターさんの話だったらさっき出たじゃないほらパンツを履いてるとか履いてないとかのくだりで。 ギロチンカッターの名前がパンツ絡みでしか出ていないことに衝撃を覚えるわ言っておくけどあいつはむちゃくちゃ手強いすご腕のヴァンパイアハンターじゃからなパンツ絡みって言うと脱いだパンツが足首に絡んでいるみたいだよねカンバルかローカルなツッコミだね楽屋落ちっていうかああカンバルって名前言っちゃったしわし人間の名前は覚えてないっていう設定なのにうぅのすっとぼけにキャラ設定を崩してしもうた まあそこで「猿娘」って言っても通じないしね副音声ならでは猿娘に関して言えばまああやつもパンツを履いているかどうかいまいち曖昧なキャラクターじゃったのでそれこそパンツ絡みの話をまた始めてしまっておる違う「傷物語」はパンツ映画ではないわしをメインに据えたテレビではお届けできないハードな物語なのじゃ 私が死にかけたっていうのはともかくとして確かにハードだったよねウヌが死にかけたことをともかくとするな熱血編で一番ハードなのがそこなのじゃからでも冷血編ではさらにハードになるんだよね冷血編の話もするな副音声のパートナー交代を収録中に告げられて今のわしは嫉妬の塊じゃぞ嫉妬の塊なんだ どっちなのよじゃあやってって言われたらやらないんでしょ天のじゃからな吸血鬼でしょただちょっとだけ冷血編の話もすると予告編を見たけれどあれ何んんんんんじゃないわ予告編での最後のセリフは一体どんなタイミングでどういうシチュエーションで繰り出されたセリフだったんじゃ それは冷血編を見てのお楽しみこうご期待不安しかないわどういう場面であるにせよそこに自ら副音声を当てようという度胸におののくわ胸だけに胸だけにじゃないわ案外冷血編が公開されてみればあの問題セリフもスパッとなくなっとるかもしれんけどな 確かに映画の予告っていうのは盛り上げるために思わぬフェイントをかけてきたりするからねフェイントが強すぎて他の情報が頭に入らんかったら予告の意味がなかろうまあなくなってるかもしれないんだったらあんまり予告を掘り下げない方がいいんだろうけれどキスちゃんはキスちゃんで ノーブラななのかな下着の話しかせんのかうぬはでもパンツを履いてないんだとすればその上ノーブラなんだとすれば結果として下着の話はしていないとも言えるよねハードな本編に対して副音声がゆるすぎるわこの調子じゃったら冷血編ではどんなトークになるんじゃオシノさんとずっと下着の話をしていたりしてねそれはちょっと聞いてみたいの。 アロハ小僧がどんな返しをするのか気になるわいそうだね次にキスちゃんが私と副音声をするときの参考になるだろうしねえ次があるのわしとウヌの副音声にもちろんいい返しができるようにそのときまでに勉強しておいてください うぬが勉強しろよ人の道をまさか吸血鬼に人の道を解かれるとは人生何があるかわからないねいやないじゃろ冷血編の続きとか「傷物語2」がいつかあるかもしれないじゃない「傷物語2」「鉄血編2」「熱血編2」「冷血編2」「2すぎるじゃろ」正確に言うなら「傷物語2」「鉄血編」「熱血編」「冷血編」正確に言えておらんじゃろあるか 評判次第じゃわからないじゃない私はね映画における「2」はダサくって決めつける暴論には徹底して反論したいんだ面白い「2」もいっぱいあるそりゃあるけどな面白いものとそうでないものがあるのはワンダって同じでしょそうやって格論ではなく総論で断定するような批評はよくないと思うんだよねなるほどワンダって同じというのはまあその通りじゃなだから言いたい「2」ぶらないでね腹が立つ 腹が立つ言っておらんわ巻き込むなうぬの陽気さにうぬの根あかに性格めちゃくちゃじゃようぬこういう言い方もどうかと思うがうぬ明るい性格になることで楽をしとるなあそれって言い得てみようかも悩んだり落ち込んだりしても前に進めないしねいろんなものを置き去りにして前に進んでおることにそろそろ気づけよたまには後ろを振り返れ ありがとう私のためを思ってそんなことを言ってくれるんだね思ってない嫌だから言ってる置き去りにされるのが嫌だからそもそもうぬと共に歩んでおらんわ本編ではまだ全く関わっておらんと言っていいわ<ー>こんな軽快なやり取りをしたあと冷血編でどうやって関係性を築いていけばよいんじゃ 私に聞かれてもうぬに聞かなきゃ誰に聞くんじゃ全責任がうぬにあるわ全責任を取れ何でもは取らないわ取れることだけ何でもいいから取ってくれまあまああくまで副音声だから実際の本編には関わりのないフィクションですフィクションで話しとるんかいわしら副音声に登場する人物は全て架空です架空なんかい何をかけとるんじゃ空に 私に聞かれてもいや確かにそうじゃなうぬに何を聞いても無駄じゃな <laughs> 言われちゃったな傷つけっちゅうんじゃわしの鋭い絶望に反省の色を見せろ吸血鬼だから鋭いのは舌じゃなくて牙だけどね話を戻すけれどもってどこに戻せばいいんじゃウヌに振り回されて本筋を完全に見失ったわ下手に戻すとパンツトークに戻ってしまいかねんからな 私の内臓がこぼれた話くらいまで戻せばいいいいいんじゃないいいナビじゃの自分の内臓がこぼれた話をにこやかにされても戸惑うがあの時にウヌがしんどればこんな不音性を送らずに済んだのにあははきついななキスちゃんってば流せるような毒舌じゃないじゃろ今の舌でダメなら本当に毒舌にかけるぞ次にヘラヘラした受け答えをしたらウヌの体中の血液を抜き取るからな やだこわーい <laughs> 毒気を抜くなわしから怖いのはウヌじゃでも実際問題あららぎくんが治療してくれて助かったな私考えるよりも先に体が動いちゃうところがあるからそんなあるあるみたいな感じで済ませてしまってよい暴挙じゃったか 血液の話をするとこの時ラ木くんの血液を通してキスちゃんの血液も私の中に入ったから後々多少の影響が出るんだよね後々かつまり冷血編で原作小説で言うと「キズ物語」から7年後くらいに発売された「愚か物語」の中で影響が出た後々すぎるじゃろうアニメ化されとらんじゃろうが地中深くに貼られた伏線じゃの。 そうなると伏線っていうかもはや地下ケーブルだね言うならば潜伏期間って感じなのかな言うならばって吸血鬼性をウイルスみたいに言うな要はこれもそんな便利で万能な治療法ってわけでもないってことだよね結局普段から気をつけて予防して怪我をしないのが一番説得力がこんなにないことってあるのか 自己管理ができない人間は社会に出ても周りに迷惑をかけちゃうものねうぬは社会に出るな一生高校にいろいや多方面から愛されておるみたいじゃが気づいておるやつはちゃんと気づいておるからなうぬが人間らしい心を一切持たない親切マシーンじゃということに親切マシーンこれはこれはすごい言葉をいただいちゃったな。 うむよくぞ気づいたこの私の正体が親切マシーンだということにふっふっふーやかましいわ乗るなこんな暴言にふっふっふじゃないわ不敵に笑うなかか 吸血鬼みたいに笑うな頭の中どうなな頭中どっとんじゃさあ <laughs> エピソードさんに脇腹じゃなくて頭蓋骨を開いてもらえばよかったかないいわけあるか頭砕かれとったらさすがにしんどったわふんそうなんだ不死身って言ってもいろんなパターンがあるんだね血液による治癒能力っていうのも吸血鬼によってはあったりなかったりするもんねなければそれさえなければ 本気でで食いないなわしが万能の吸血鬼であるばかりにこの恐るべくして恐るべき怪物を倒しきれなかった私がラスボスみたいになってる違うからねうぬさえいなければ我が重僕が過ごすその後の一年間もずいぶん違ったものになっておったじゃろうな我が重僕にとってはそれが良かったのか悪かったのか何とも言えんの そう私はラ木くんに出会えてよかったって思ってるよウヌはのそりゃウヌはのラ木くんにとってもよかったと思ってるだって怖っ何じゃこいつ地上に舞い降りた神か何かかモンスター扱いから親切マシーンを経ていよいよ神になっちゃったひょっとしてエピソードは事故じゃなくってわざとウヌに攻撃をしたんじゃないのかハートアンダーブレードの剣族よりはまずこっちの脅威だと。 だとすればエピソードさんは親切マシーンを倒す唯一の機会を逃したねカカカカアを親切マシーンの笑い方にしないでくれるそのイメージがつくと今後わしが笑いにくくなるからなんてこと私はキスちゃんから笑顔を奪うつもりなんてなかったのに笑顔も何もかも全て奪われておるわやっと手足が返ってきたかと思ったら副音声でウヌに身ぐるみ剥がされまくりじゃわい じゃあ私を倒すために今度は私とラ木くんが戦うことになるんだね受けて立つやっぱりラスボスなのではないか笑顔とか全部やるからもう帰ってくれよとにかく私を返そうとするんだねラ木くんと一緒だね確かに我が重僕もこの絵が一本の間に何度もウヌを返そうとしておるの手を尽くしてウヌを返そうとしておるのそう当時の荒木暦は知らなかったの 羽川翼には帰る場所なんてなかったことをなんちゃってなんとか心臓発作とか起こさんのかうぬはそんななんとかはないよ健康優良児いや結構不健康じゃと思うぞ頭の中が頭蓋骨割ってみる割ってみるか誘うな神の声が聞こえたのかと思ったわ聞こえますかキスちゃん頭蓋骨を割るのですキスちゃん怖すぎるわ何の神じゃなんで神からもキスちゃん呼ばわりされとるんじゃわしは 知っとるか知っとらんか知らんがわしは昔神にならんかと誘われて断ったことがあるんじゃって何でもは知らないわよ知ってることだけ本当にマシーンかうぬは前置きの部分にだけ反応してコメントを出すな解禁された途端春休みのうぬが今まで副音声で押さえていた分を全部言ってしまっておる今まで何とかしてうぬからそのセリフを引き出そうとしておった連中が哀れじゃわい れれみは知らないいわよプログラムされていることだけマシーンすぎるわ機械の神かデウス・エクス・マキナかどこにでもいる普通の女の子だよどこにでもいる普通の女の子が頭蓋骨を割るのですキスちゃんとか言うわけないじゃろでも普通って言ってもいろんな女の子がいるし神様って言ってもいろんな神様もいるからねその2つが重なるってこともあるんじゃないでしょうかキスちゃん 神を辞任し始めとるじゃないかいよいよ本領を発揮し始めたな神が本気を出し始めたな神を辞任するって言ったらでもギロチンカッターさんこそそうなんじゃなかったっけほらあのパンツの人パンツの人じゃないわ完璧にパンツのイメージついちゃっとるじゃないか はあ、でもそうじゃったなあやつは自らを神と崇めておるヴァンパイアハンターじゃったのその辺って劇場版ではあんまり触れられてなかったねさすがにちょっとアニメのキャラクターとして笑えなかったんじゃないのかなその結果副音声で全く関係のないパンツ絡みで笑い物にされとったら世話がないわいちょっと話したりはしたのかギロチンカッターに人質に取られる時それがね全然話が通じなかったの こんなに会話が噛み合わないことってあるのかなってなんでじゃろうギロチンカッターのヤバさを示す総和のはずなのに今のわしにはヤバいのがウーヌの方に思えてしまってならん こんなに会話が噛み合わないことってあるのかなってリアルタイムで思っておる今のわしには噛み合わない同士が話してもやっぱり噛み合わないねお互い神なのにお互い神なのにってそんな風にまとめるなギロチンカッターはともかくウヌが神なのが既成事実化してきたその事実が怖すぎるわどこにでもいる普通の女の子兼神そんな兼業があるか でも、春休みの私を、こうして客観的に、あるいは観客的に振り返ってみると、自分でもどうかって思うシーンが多々あるのも確かなんだよね。神様っていうのは冗談にしても、ちょっぴりやりすぎな部分もあるかなって、ちょっぴりか 春休みの私を春休みの私が分析するとね人助けをするからには全力を尽くさなくちゃいけないっていう強い気持ちがあると思うんだよ他人の人生に関わるからには中途半端は許されないって思ってるのはあまあそれは分からんでもないの我が重僕もまたそういうつもりでわしに命を捧げようとしたんじゃろうしの でもやっぱりそれは理想の掲げ方としてはともかく思想としては危険思想なんだよねいろいろ頑張った結果荒ららぎくんには完全に惹かれちゃったもの惹かれちゃったのでもそういう経験を繰り返してその後私は少しずつ変わっていったと思うの 3学期くらいになったら私は最終的に人助けは片手までするくらいがちょうどいいっていう境地にたどり着くの最終的な着地点がそれで良いのかという気もするがしかしまあ今よりはマシじゃなちょっぴりマシだねちょっぴりか おしのさんが言うところの助けない君が一人で勝手に助かるだけだよっていうのは案外そういう意味だったのかもしれないね成長をかみしめるように言っておるところに悪いけれど多分違うと思うぞ「うぬ」と「アロハ」小僧では抱えておる哲学は真逆くらい違うじゃろう。 そうかなじゃあそのあたりの哲学は冷血編の副音声でオシノさんと話してみよっとうぬ今後副音声で気になるんじゃないのか嘘。初代副音声ではメインヒロインなのにその称号ももう剥奪じゃろ今までの功績を全部台無しにするレベルで春休みのうぬはやらかしてしまっておるわ全力を尽くしちゃったかうぬは全力を尽くしわしは力尽きたわ そうなると誰かに3代目を襲名してもらわなくちゃならないね3代目副音声ではメインヒロインは誰なんだろうね 意外なやつが回数が多かったりするんじゃよな物語シリーズの副音声の歴史も長すぎて一概には言えんがそんな中でもキズ物語の副音声は特殊だよね一番最初だから登場人物が本当に少ないっていうかそれに春休みのことは荒ららぎくんが秘密にしているからこの映像を見ていい登場人物も限られているもの私とキスちゃんが出られなかったら ヴァンパイアハンターの皆さんにお出まし願うしかないものその方が副音声として真っ当に成立するかもしれんから何とも言えんわそうだねいろんな可能性が考えられるものねわしはガイダンスに従ったオペレーターと話しておるのか何でも知っている方は1を知っていることだけの方は2を押してくださいうぬの専用ダイヤルではないかどちらでもないわどちらでもない方は9を押してくださいどちらでもない方知らないことだけを知っとるやつ 知ったかぶりのやつっちゅうことかでも一つだけ釈明をさせてもらえると荒ららぎくんが私をよく言い過ぎだっていうのは絶対にあると思うんだよ荒ららぎくんが私を高く評価し過ぎなのそれが劇場スクリーンにツヤツヤという形で出ていたんだよねそれはそうじゃの基本的に我が重僕の一人称視点で進む物語じゃからやつの感情がそのまんま乗っかった映像になっておるのは否めんの それは傷物語だけにとどまらず今後の物語シリーズ全般にわたって続く問題なんだけれど語り部が違う時の私は多少はマシだもんねまあ頭がおかしいやつと頭が変なやつとの違いくらいのもんじゃがの一度荒木らら君と話し合いたいな私を一人の人間として認めてほしい重い言葉じゃの親切マシーンである以前に神様である以前に羽川翼は人間なのよ 神はさておくとして親切マシーンの以前の姿が人間であるはずがないと思うがのそんなキンスちゃん人の親切マシーンを無にするようなことを言わないでよ人の親切を無にするようなことを言わないでよみたいに言わないでよ親切マシーンの以前は無じゃろウヌは虚無から生まれた前衛アートじゃろイメージの肥大化が甚だしいとどまるところを知らないよ私の人外化がちゃんと影あるかウヌ あるウヌ自身がもう都市伝説みたいななもんじゃろうなさっきエピソードのやつはウヌをわざと攻撃したんじゃないかみたいな仮説を立てたけれどしてみるとギロチンカッターも人質としてではなく胎児の対象としてウヌを捕らえたのかもしれんの。 斬新な仮説ばっかり立てないで角が立っちゃうからあちらを立てればこちらも立つか結局ウヌに危害を加えんかったヴァンパイアハンターはドラマツルギーだけかまったくプロ意識の低いやつじゃむしろ高いでしょ一般人を巻き込まなかったんだから一般人宇宙人の間違いではないのか宇宙人ってついに地球外の概念にされちゃった ちなみに後々私ドラマツルギーさんと関わったりもするんだよ傷物語の副音声だから詳しくは語らないけれどそれもまた7年後くらいに例の地下ケーブルかうん現在潜伏中エピソードやギロチンカッターと違って春休みにうぬと関わらんで済んだ幸運も長続きはせんかったというわけじゃないいクワバラ,クワバラ クワバラって吸血鬼が言っていいセリフなのエピソードやギロチンカッターを事実上切り抜けたウヌの才覚には舌を巻くばかりじゃがドラマツルギーのことは機関として今後ウヌをギャフンと言わせる存在って出てきたりはせんのかの私をギャフンと言わせる存在を待望しないで出てくるか出てこないかで言えば 出てくるよっしゃよっしゃじゃないって500年生きとる中で初めてガッツポーズを取った会心のガッツポーズで開催をあげたわいははは嫌われちゃったもんだねあげた拳がしおしおと下がるわいえそれで誰うぬをギャフンと言わせる存在ってもうネタバレにもならないと思うからさらっと言っちゃうと推しの扇ちゃん ああ,ああああまた触れづらいところじゃな推しのせいだしねあやつの登場は2学期以降じゃったかなうんでも私もギャフンと言わされたままじゃいないよちゃんと3学期に決着をつけるつもりだからキスちゃんも応援してね 応援はするけれどどちらの応援をするかは迷うところじゃのそこ迷うところじゃないでしょう私一択でしょなんとか共倒れになってはもらえんものか妙な画策をしないで知恵を絞らないでそんなことに絞る知恵があるんだったらキスちゃんはもっと春休みの荒ららくんに戦略を授けてあげるべきだったんじゃないのかなそれは正論じゃのじゃがわしは戦略を考えるのには根本的に向いておらんそんなことをせんでも 立ててこれたからのその結果今回のような大ピンチに陥ったのじゃそう聞くとキスちゃんの増長の煽りを食った形の荒木ららくんが災難だったとしか言えないよねわしってほら趣味油断みたいなところがあるから趣味が悪すぎるよやむを得んわドラマ剣ルギーとエピソードとギロチンカッターというヴァンパイアハンターの夢のコラボレーションというか専門家界のオールスターが攻めてくるなどわしじゃなくとも想定外すぎたんじゃん オールスターか確かにね アルハゾウの巧みなところはそのドリームチームをさりげなくバラバラに分断させたところじゃの3連戦にはなったがチームとして機能不全状態に落とし込んだのがさすがの手腕じゃと褒めざるを得ないそれだけ聞くと星野さんは一方的にあららぎくんとキスちゃんの味方をしたみたいに聞こえるけれどでも必ずしもそういうわけじゃないんだよねうんあくまでも中立を気取っておった中立かバランス感覚ってやつだね 専門家としてというよりもともとの性格的にデザイナブルなのかな逆にわしから見ればバランスを保とうとするあまりに当人は随分とアンバランスな生き方をしておるように見えるがのフラフラしておるというか。 放浪の人だからねフラフラしているのは当たり前だよひょうひょうとしたもんじゃがのじゃがそんなアロハコゾウもウヌがギロチンカッターにさらわれた時にはさすがに焦ったようじゃったのそうだったね物語シリーズ全般を通してもあそこは珍しいシーンだったね<れ>うんあのアロハコゾウを焦らせるとは親切マシーンのデンジャラスさが際立つ場面じゃったいや私のせいみたいに言ってるけどオシノさんを焦らせたのはあくまでもギロチンカッターさんだからね いやでもうぬがギロチンカッターにさらわれたのって範囲誘発型のおとり捜査みたいなところもあったじゃろないよ法律用語で言いがかりをつけないでわざと敵に誘拐されることで我が重僕を鼓舞しようとしたのではないのかあらぬ誤解ですガチされてびっくりしましたびっくりしたではすまんじゃろでもきっとギロチンカッターさんにも事情があったんだよねそう思うとおいそれと責められないよね責めろ 躊躇なく攻めろ何の遠慮もいらんわ本当に悪い人なんてこの世にはいないからねうぬさては天国の住人じゃな本当の犯人は社会だったのかもしれないねベテランデカかちゃうわ もっと違う形で出会っていればギロチンカッターさんとも分かり合えていたと思うんだ万が一ウヌがギロチンカッターを理解できたとしてもギロチンカッターの方がウヌを理解できんじゃろうウヌぬの善意に触れてギロチンカッターのやつ消滅するんじゃないのかそんな終わり方をしたら伝説になるよ「傷物語」「烈血編」「冷血編」に続けないよ。 わしからして消滅してしまいそうじゃもんな今ギリギリ存在を保っておるわ今わし半透明になっとらんかなってるなっとるんかい スケ缶キスちゃんになってるスケカンスカートみたいに言うなわしもウネもスカートが透けたら大ごとじゃろそうだねキスちゃんはもとよりことクライマックスに至れば私もノーパンだもんねヒロインが2人ともノーパンってどんな映画なんじゃでもまあヒロインって言っても2人とも副音声ではメインヒロインのヒロインだから本編でもメインヒロインじゃウネもそうじゃろもうはっ 本編でもヒロインと認めてもらえるんだ私ごときが私ごときって謙遜しすぎて芝居かかっておるわ私めが執事か嬉しいなわーいノーパンであることに変わりはないなののそこはまあノーカンってことでもはやうまくすらもないわうまくもなくなるとただ単に腹が立つばかりじゃのノーカンにならないなるかカウントしまくりじゃあっじゃあいけないいけないポカリ自分で自分の頭をポカリと叩くな わしもう半透明を通り越して透明人間みたいになっとらんか透明吸血鬼もうそれ別の妖怪だよねだからだったりポカリだったりどんだけスポーツ飲料が好きなんじゃそれはほぼ言いがかりなんだけどでもそこまで言うんだったら何とかしてアクエリアスも絡めてみようか わしがそんな要求をしたと思うか何とかしてほしいのはウヌの心の恥じるべき空白じゃ走るべき空白って…恥じるべき空白じゃろテレパシーの使い手がウヌの心を読んだら読んだ方がダメージを受けるタイプの空白じゃあははお恥ずかしい限りです受けてる受けてるわしがダメージを受けてるイメージのいい組織よりも透明化している でもキスちゃんとこうして副音声をお届けする中で私の心の空白も少しずつ埋まってきたような気がするな気のせいじゃ断言する気のせいじゃ蹴れないでよ誇ってキスちゃんあなたが私を人間にしてくれたなっとるなもう透明吸血鬼に透明鬼に 口は悪いけれどキスちゃん本当はいい子だよねいやもうそれでいいよなんとでも思えん手に負えんわ手にも牙にも負えんわわしの負けじゃ副音声で負けを認めちゃったその調子で世界でも滅ぼせ好きにしろよもう投げやりにならないでまだ冷血編があるからキスちゃんまだ完全体に戻ってないじゃないもっとあの時死んどけばよかった ついに私の死じゃなくて自分の死を願い始めちゃってるじゃない荒ららぎくんが命がけで助けてくれたのに失敗したあの時命乞いさえしなければこんなやつと関わらんで済んだのに地獄のような副音声じゃ地獄のような春休みみたいに言わないで1回でいいから天国のような副音声をお届けしたいわ探していた天国はここにあるよウヌが天国に帰れ召されろ でもキスちゃんの言う天国のような副音声ってどんなの物語シリーズの副音声って大体はこんな感じだったと思うんだけれどここまでひどいのはなかなかないと思うがいやじゃから振り回す側になりたいわけじゃよわしは振り回すってつまりパンツをパンツトークに立ち返るなだいぶ前じゃろその話題 実際問題私も副音声では振り回される立場になることが多いけどねでも今回の私は春休みの私だからそのエクスキューズの効力が強すぎるわ17歳モードのわしと同日に語れんじゃろそこまでたどり着くともはや別のキャラと言っていいじゃろ一応キャラクター設定には忠実なんだけどね 本編通りの羽川翼だよわしが本編通りのキスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードになっておらんこんなわしのどこが鉄血にして熱血にして冷血の吸血鬼なんじゃ返上するわもうこんな肩書きその肩書きを返上しちゃったら冷血編のタイトルはどうなるの「傷物語委員長編」とかにしとけよ最終章にしてすごく地に足のついた副題になったね こうなったらもう一刻も早く完全体になることじゃな。17歳モードではまだウヌを相手取るには早かった。私をヴァンパイアハンターの3人と同じ扱いの枠に入れないでくれるかな 完全体ならウヌと張り合えるはずギロチンカッターから取り戻した両腕を早食いチャレンジする体に悪いよ体を食って体に悪いというのも論士がこんがらがっておるがのあーでも楽しみといえば楽しみかもだって私まだ完全体のキスちゃんと会ったことないもん多分テレビ版でもないよね 完全体の時にあったが100年目じゃ中華500年目じゃこの副音声で受けた仕打ちの復習をするそこまでのことをしたっけな。 わしの完全体は成人モードじゃとしてうぬの全盛期って主に1学期の頃じゃと言われておるけれどこの春休みの頃を含んでよいのかなうん悩ましい採算キッシャンに指摘されている通り春休みの私ってほんの少しオーバースペックなところがあるからねゴールデンウィーク以降それが多少抑えられてるはずでだからゴールデンウィークから文化祭までの間が時勢の効いた全盛期なのかなうん 印象よりも短いのその頃を描いた化け物語の印象がやっぱり強いからね物語シリーズの最初だしただじゃったらその全盛期のうぬ、e、をわしは事情あってよく知らんのじゃよな事情あってその事情は冷血編を見ればわかるわけじゃな あ冷血編編じゃなくて長編かだからそれどんな映画なのよホラー映画じゃん直球ど真ん中のホラー映画じゃんタイトルは「冷血編」のままでもホラー映画と言っていいかもしれないけどねじゃあこうご期待休憩をこいたいわいそして「許し」をこいたいわい「許し」をこわれてもうんでもわかったそういうことなら私があなたを許します 何者じじゃゃもうそれ神でさえないじゃろ私があなたを許している間にそろそろ本編の方も終わっちゃいそうなんだけれど熱血編はタイトル通り「バトルバトルバトル」だったねパンツパンツパンツだった気もするがそのパンツの1枚はラ木くんのパンツだったけれどトランクスとブリーフ両方用意したってシーンか。 うーんパンツとバトルをミックスした映画かそれはそれで恐怖映像じゃのシュール映像でもあるよねまあ一番の恐怖映像を見せたければこの副音声収録中のウヌの映像をそのままドキュメンタリーにすればよいことに間違いなかろう生放送で良いディレクターズカット版にしたいな不都合な部分をカットしたら<れ>ウヌの心と同じで空白しか残らんぞ 私の心が空白の代表みたいに言われてるなでもこれもえがたい経験だよね空白空白わざわざみたいに言わないで生きたスペースキーとはうぬのことじゃな欲を言えばもっとかっこいいニックネームをつけてほしいな鉄血にして熱血にして冷血の吸血鬼みたいな空白にして純白にして潔白の委員長かっこいい厳密には春休みは委員長じゃないけど素敵 例には及ばん本当は空白にして空白にして空白の院長と名付けたいところじゃし空白だらけだ。 もっと言えば空白にして空白にして空白の空白と名付けたいところじゃ空白しかないじゃない何もないじゃない私何もないじゃろそれはさすがに反論させてもらうあるある何かはある例えば天下の宝刀パンツトークがあるそれしかないんじゃったら完全なる空白の方が全然マシじゃろパンツにしてパンツにしてパンツの委員長と呼んでいただいて結構です開き直りすぎじゃろそういうところが空白じゃ中ちゅうとるんじゃ 空白じゃないやつがパンツにしてパンツにしてパンツのパンツとか言うかパンツでしかなくなってるしかしながら終盤にあたって我が重木とギロチンカッターとの戦いが描かれておるというのにここでまたパンツ絡みの話になるというのはもう偶然とは思えんなギロチンカッターに原因があるみたいな気になってきた。 それで少しでもギロチンカッターさんのイメージが良くなるんだったら私もいろいろと話を振った甲斐があったよウヌじゃなかったら誘拐された恨みを晴らしたんじゃないかと疑いたくなるような必要なまでの話の振りようじゃったなギロチンカッターもとんでもない奴を人質に取ってしもうたのかか人質に取る相手を間違えたな かっこいいまたわしの笑い方じゃけどでも結局ギロチンカッターさんを倒したのはラ木くんだしねすごい倒し方をしたよねオシノさんの助言あっての作戦だったんだろうけれど両腕を植物にしちゃうってどういう感性だったんだろう説明するとあれじゃな我が重僕は普段から植物になりたいと願うような高校生じゃったそうでの<れ>その願いが思わぬ形で叶ったという場面じゃったはずじゃ。 おお、副音声らしい解説パッケージ1本の間に1回だけ副音声らしいことをするというのがレギュレーションじゃからの1回だけなんだもうちょっとしたでしょほら地下ケーブルの話とか地下ケーブルは伏線として遠すぎるじゃろそんなことを今言われてもみたいな豆知識になっておったわまあ我が重僕が初めて使った吸血鬼としての変身能力といったところかの変身能力か 吸血鬼の代表的なスキルではあるけれど植物に変身する吸血鬼っていうのは珍しいだろうねうん経験豊富なギロチンカッターといえど不意打ちにはなったようじゃその辺をどこまでアロハ小僧が我が重木に説明したかはわしは把握しておらんがの アロハゾウにしてみれば自分が取り仕切る仕事にウナ、e、を巻き込んでしまったことは不覚じゃったじゃろうがギロチンカッターからしてみれば利用できるものは部外者でも利用するというのはむしろ真っ当なスタンスじゃったじゃろうからのうそこは統一ルールを決めておかんかったアロハコゾウのミスでじゃからこそそのミスを孤とするために我が重僕に助言をしすぎるということもできんかったじゃろうから。 中立を守ろうとしすぎるあまり身動きが取れなくなっちゃう感じなのかなそうなると確かに生きるのが簡単じゃなさそうといったところで本編終了じゃの本編終了なのエンディングテロップが流れてこないけれどむむ確かに判断が難しい 本編として見るならおしゃれな演出だけれど副音声的には動きを封じられちゃった感じだねこれは副音声殺しだ副音声殺しってなんじゃそらただ私たちは副音声ではメインヒロインの初代と二代目この黒海にもちゃんと副音声を当ててみせます何でこの後に及んでそんな元気が残っとるんじゃ まあ直にテロップも流れてきよるじゃろわしの名前がやたらに長いあの名物テロップがそれで一件落着じゃその先も結構な副音声殺しだけれどねエンディングテーマはすっごく長いからそうじゃっけそういえば熱血編でもそんなやり取りがあったような覚えがあるので長いってどれぐらい長い結論から言うと結論から以外の言い方があるのかこんなシンプルな質問の答えなのに6分半あります 結論から言って欲しくなかった6分半マジか短めの A パートくらいあるではないか劇場版だから制作に関わってくださっている人数も規模に比例することになるからねなるほどの事情は了解したがそれにしても6分半とは尋常じゃないの尋常じゃない副音声殺しじゃの乗り切ろう頑張って頑張りでどうにかなる数字なのか6分半じゃぞ そろそろ5分半くらいになったって減っても5分半ってすごいな私たちが何ではメインヒロインの初代と2代目だったか忘れたのキッシャンさあ行ってさあ行ってじゃないわ忘れたのあじゃああの脳みそに手を突っ込む記憶法をするかそもそもするまでもなくさっき力強く言われたところじゃから覚えておるけどそれにつけてもさあ行ってんじゃないわ な何ではメインヒロインその答えは「セイじゃがそれもうほとんど正解言ってしまっておるじゃろいい加減に何「何いい加減に「せい」ってやかましいわフリートークにおけるウヌのうざさが人形娘を超えてきた人形娘おののキよつぎちゃんだねあの子冷血編には登場するのかな あいつが出てきたらわしは副音声からだけではなく本編からも身を引くわ本編でも副音声でもメインヒロインを引退するわ勇退するわまさか三代目がオノノキちゃんだったとはだとすればどっちみち三代目で店じまいじゃの えっとエンディングの後にさらに予告があるんだよねそう問題の予告じゃ予告が問題作ってそれが一番の問題でしょう問題を起こしたのは主にウヌじゃがのいやでもね私だってあのセリフを言うんだって思うと冷血編をボイコットしたい気持ちはないわけじゃないんだよどうする2人揃ってボイコットする我が重木とアロハ小僧だけが残る冷血編か あとおのどきちゃん三部作の締めとしてあまりにも意味不明じゃのうそういうのをして瞑想というのではないのかでもそういう瞑想って後に評価されたりもするからね一概に否定したものでもないよ一概に否定しろ人形娘が幅を利かせすぎじゃろあやつもあやつで愛されすぎなんじゃよなほんともっと早い段階で目をつんでおけばよかったとても怖いことを言っている じゃがまあ冷血編の展開次第では人形娘と関わらずに住む未来につながる可能性もあるわけかそう思うとモチベーションも上がってくるそっか私も冷血編での立ち居振る舞い次第では扇ちゃんと出会わないルートに進める可能性があるわけだギャフンって言わずに住むわけだだとすると出ないわけにはいかないなうぬはどういうルートに進んだとしても結局最終的なゴールは同じという気もするが 最終的なゴールって空白さっきの黒みと真逆の空白じゃ空白に始まり空白に終わるのゆりかごから墓場までならぬ空白から空白までじゃうぬの人生のエンディングテロップには誰の名前もないんじゃろうな私でも怖いって感じるんだけどその子。 まあそうなってくるとなかなか簡単にボイコットするわけにもいかんな人形娘や迷子娘にバカにされない未来を求めて冷血編の本編も頑張るとするか小野のキちゃんや迷いちゃんにバカにされる未来って基本的に副音声での出来事だったと思うんだけどでも冷血編こそキスちゃんにとって本編中の本編になるんじゃないの予告編を見る限りそうじゃの 予告のことがなかったとしてもこれでギロチンカッターから両腕を取り戻して「めでたしめでたし」なんじゃったら「冷血編」なくてもいいしの確かにそれならエンディングテーマの6分半の間に解決するよね早食いすれば無音じゃった間にでも解決するじゃろうな まあ我が重木を人間に戻すのは間に合わんかもしれんが間に合わなかったで済む荒ららくん人間に戻ろうとして熱血編の間中全編にわたって戦ってたのにそのための冷血編でもあるわけじゃなまる映画一本分時間があることを思うとわしが完全体に戻るだけではなく他にもめくるめく展開があるのじゃと予想できるがさーてどうなることやら新キャラとか出てくるのかな出てくるわけあるか 今さら新キャラが何のようじゃワクワク絶対に空振りする期待にワクワクするなウヌのような斬新キャラだけで十分じゃでも手足が奪われていない完全体のキスちゃんはほぼ新キャラみたいなものだよね完全体中かわしにとっては自然体なんじゃがなおそんなこんなで6分半かうん続いて予告約1分 1> 予告じゃなずっと。 ああそうそうこんなことを言っておった副音声の時間軸もいい加減行ったり来たりでぐにゃぐにゃだけどもああ疲れたまた本編より喋った次本当に休んでよいのかどうぞどうぞお疲れ様でした今はただ眠りなさい少し休んで時が来たらまた立ち上がってください親切マシーンにして神にして宇宙人のパンツじゃな原型はどこに行っちゃったの 劇場アニメ「キズ物語熱血編」副音声のお相手は何かいいことあったらいいね初代副音声ではメインヒロイン羽川翼と 2>, 2代目副音声ではメインヒロインキスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードじゃった3代目に続くじゃなくて第3部に続く最後まで陽気じゃのカカ